はい、どうもこんにちは、タッカキッチです。さあ今日はですね、ちょっと質問いただいたんですけども、ちょっと前衛ばっかやって小さなメダル、タカキちゃんちょっとないんぜよって、なかなか集まらんぜよ、どっかいい方法の小さなメダル集めないとか、小さなメダルの装備何を変えるのがおすすめですかとかっていうね、まあ質問をいただいたんで、まあこちらやっていきたいと思います。まあ小さなメダルを使ってまあアイテムをドラクエ10変えれるんですよね。まあこちらのね、ラッカランっていう島のね、こちらの右ドラに座ってるね、偉そうに座ってるヒゲジジイね、はい、もうヒゲジジイちゃいちゃう王様だよね。はい、こちらの王様にですね話しかけれますと、こちらでね、小さなメダルとともに、物を変えれます。はい、まずな、じゃあ何がおすすめなのということなんですけども、まず優先的に変えたいものは、まあこちらルーラストーンですね。まあそのままだよね、飛べる場所が増えるからね、ルーラストーン持っとけば。で次にこの楽々上路、こちらね、畑を育ててる人めちゃくちゃ楽になる。これがあるのとないのとじゃあ毎日の日課がね、効率がね、もうほんと5分ほど変わってくから。まあこれ何かというと、これを持ってない状態で畑に水をあげると一マスしか水がかかってない状態になるんですよ。でこれがあると一回水をあげるだけで全部にね水をあげれる状態になるので、一回だけで。なので楽々上路、畑を使う人にとってはすごくねありがたいアイテムなので、まずこれを交換しましょう。はい、翡翠の鍵、これですね。まああるとあるね城の中に隠されてる宝箱を開けるための必要な鍵です。まあその宝箱には種が入ってたり、装備が入ってたり、まあレアアイテムが入ってるんで、これは買いといた方がいいですね。で次に着せ替えドール人形男、まあこちらがですね、人間男だね。こちらがまあいわゆる装備枠を一気にそこに収納できるワンセット、うん、まあなので装備枠を1個ね、ワンセットね、丸々装備をね収納できるので置いといた方がいいと思います。で次にですね、ぐるぐるメガネとふわふわメガネ、まあこちらですね。こちら何かと言いますと、まあ、唯一耐性がつけれる魅了耐性っていうのをね、まあ、混乱とちょっと違うんですけど、確実に味方に攻撃してくるようになってしまうので、ぐるぐるメガネ、ストーリーを進めると、まあ、いわゆる常闇のボスですね、まあ、そいつらを倒すことによってダークアイっていう、まあ、上位互換の装備があるんですけども、まあ、それまではね魅了ね耐性がある装備っていうのはこのぐるぐるメガネだけだと思うので、こちらはね間違いなく魅了のする敵に対しては強いので交換してもいいと思います。はい、次ふわふわメガネっていうね、まあこれは何ですかというと、綿飴、ふわふわ綿飴っていうアイテムを落とします。その効果はですね、ドラクエ10ですね、ジャンプをしないと避けれない攻撃っていうのがございます。でこちらを食べることによってジャンプした後も10秒間空を飛んでる状態、ジャンプしてる状態の効果にする綿飴を落とす装備ですね、メガネっていうのは。まあなのでこれも取っといた方がいいかもしれないです。っていうか優先的に取っといた方がいいです。でまあ一番ね欲しいものはっていうと、世界樹の後、世界樹の雫ですね。まあこちらのゲームですね、なかなかどうしてエンドコンテンツ、いわゆるねエンドコンテンツ行くために世界樹の葉雫っていうのがね、どうしても必要なアイテムになっております。これがなきゃね、今はねもうどこにもエンドコンテンツ行けないっていうね、なければ指刺されるって、後ろ指っていうね、え持ってないの持ってこいよとか言って罵声を浴びられるっていうねぐらい必需品なアイテムなので、まあ皆さんこれをね交換するためにかなりヒーヒー言ってるんじゃないでしょうか。小さなメダルはほぼこれに交換してるんじゃないでしょうか。以上がおすすめする交換するアイテムなんですけども、じゃあそれを小さなメダルどうやって集めるのっていうことなんですけども、まずですね集め方、まあいわゆるいっぱいあります。クエスト報酬であったり、宝箱で押してたり、敵を倒したらもうたまに手に入れれたり、まあそういう運のねある本当にたまに落とすっていう以外ね集める方法を今日はご紹介していきたいと思います。はい、まず最初はこちら、はい、ゴーレッホのこのね隣にいるウェルナー君、まあこれがね何かと言いますと、モンスターを100体倒していくと1枚ずつ小さなメダルがもらえます。
え、高木ちゃん、ちょっと100体で1枚で少なくないですかと思うよね。このアストルティアの世界でどれだけの種類のモンスターがいるか。例えばスライム1種類に対しても100匹、200匹、300匹、400匹、500匹、600匹っていうように100枚ずつ区切って1枚ずつもらえるんです。1000匹かな、最大。まあなので100匹に1枚なので最大10枚もらえるってことだよね、1種類に。そいつらの種類、まあレベル上げだとかね、細胞集めだとかやってれば勝手に貯まると思うんですけども、まあチュンちゃんもねいると思うんで、まあさっきねちょっと高木ちゃんね取っちゃったんですよ、間違えて。なのでちょっとチュンちゃんでもらっていくんですけども、ふむ、では確認させていただきます。新たなる討伐数が目標に達したモンスターがいるようですな。大口橋100匹、シノドレー200匹、シノドレー300匹、笑い袋500匹、キラーファング100匹、キラーファング200、竜騎兵100、チャンプスター、ベホマスライムに、マッシュスライムに、ダークペルシャに、クルクル将軍に、クルクル将軍、さらに達筆、からのフォレスト、からのフォレスト、もう一人、クモの巨人、ブラックチャック、ゲロミ、モヒカン教、スライム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 教、違う、イタズラモグラ教、イタズラモグラ教、イタズラモグラ教、イタズラモグラ、モグラ、モーモン、モーモン教、モーモン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 、もういいだろ。いいだろもう。はい、モーモン、あ、ブラックジャック減る。はい、っていうことで、まあ、飛ばしてきますね。うん。まあ、っていうように、ちょっとね、忘れた頃に手に入れるとかなりもらえると思うので、ね、たまには見に行ってはいかがでしょうか。全部で107枚いただきました、小さなメダル。うん、107枚。まあ、さっきね、高木ちゃん257枚ぐらいもらえたかな。なので、結構ね、忘れた頃にね、行くと美味しいメダルなのでね、このウェルナーおじちゃんなので、まあ喋りかけてみてはいかがでしょうか。次にですね、こちらサンビタリアちゃん、まあいわゆる、まあこいつだけじゃないですよ、いわゆる名前のところに黄色い文字の子に喋りかけると、初めて喋りかけるんですけども、イエローダイヤルに私自身の名前も書いておいたんだ、気づいてくれたんかな、私と君の間にもちゃんとつながりが生まれてたんだ、感謝の気持ちだ、受け取ってくれ、ということで小さなメダル1枚もらいます。で、どの町でも何人かいるので、まあ、そいつら全員話しかければ結構小さなメダル集まると思うんで、はい。で、あとね、5枚10枚かなだったかな、10枚20枚かな、10枚区切りかな、5枚区切りか分かんないんだけど、忘れちゃったんだけど、プラスアルファボーナスでさらに小さなメダルももらえるんでね、サンタビエリアちゃんね、この黄色い文字の人、まあ、いわゆる重病なねモブキャラですね、まあ、そういう人たちに小さなメダルが1枚もらえますのでね、喋りかけてみてはいかがでしょうか。はい、次にですね、こちらテートガタラね、テートガタラでいいのかな、うん、まあ、ずっとそうやって呼んでるけど、採掘ギルドにですね、お宝写真っていうね、たまにね運営が気まぐれでやるねクエストがあるんです。まあそちらをクリアすると、小さなメダルが20枚30枚単位でもらえるのかな。はい、まあ何をするかというと、写真をもとにそこの場所に行って穴掘りをするだけ、まあそういうミニゲームです。はい、まあなので結構楽しいので、お宝探しとか好きな人はねだいぶ好きなクエストだと思うんでね、ただしね、ただし本当に気まぐれで2ヶ月とか3ヶ月とか1回にやる感じかな、半年に1回ぐらいかな、それかたまにやるレベルのクエストなので、まあ出てきた時はね確実にやった方がお得です。まあメダル以外でもアイテム、素材だとかボスコインだとかがもらえますので、まあ必ずねこのクエストが出てきた時はやっといた方がお得になりますので、やってみてください。はい、次にですね、こちら、大事なものから不思議な小箱、こちらを使っていただくと、不思議な小箱を使った、不思議な小箱に光り輝く文字が浮かび上がった、ウェディの女で名前に点とレの2文字が含まれているレベル30の以上の冒険者とすれ違おうっていうような、まあ、条件付きですれ違っただけでアイテムがもらえますよっていう小箱ですね。結構ね、人が多いところに行けばね、すれ違い簡単なんだけど、点とかレっていうのはなかなかいないから、こういう風に変えることもできます。人間男の名前に、ふと、魔の2文字が含まれるレベル30以上の冒険者とすれ違おう。ということで、こうやってね、難しかったら変えることもできるのでね、やってみてはいかがでしょうか、不思議な小箱。これ 100% でも小さなメダルもらえるとは限らないです。ってことで次はこのバトルロードですね。まあ以前動画でも出したんですけども、こちらね、バトルロードでね、10倍エントリーでも、バトルロードエントリーでもいいんですけど、小さなメダル、ほら、20個ももらえるじゃん。
いいね、バトルロード。うん、バトルロードでももらうことができます。まあこうやって言ってね、誰か適当に、適当じゃなきゃんけどね、雇って、はいっていうように小さなメダルを20個手に入れた。いいじゃない、バトルロードいいね。バトルロードで結構何でも手に入れるね。宝珠の香水も戦火やったもんね、金策もやったしね、かなりいい場所だと思うんだよね、バトルロード。やってない方はね、ちょっとやってみてください。どうせ溜まってるでしょう、放置してて。おい、はい、次にですね、こちら花ちゃん。うん、これはね、1ヶ月に1回もらえるのかな、1ヶ月に1回。うん、プッケ、はい、メダルフラワーをもらいます。と、天の日にもらえるのかな、天の日に交換だよね。メダルフラワーを使った、そう、5枚から10枚メダルフラワーから出てきますので、まあ10枚出たらラッキーですね。はい、次に邪神の宮殿。まあこれね、周回してたら手に入るよっていう形ですね。手に入るよっていう、まあでもそんなもんよりベルト欲しいよね。うん、ベルト言うても出た小さなメダルの枚数って3枚から5枚だもんね。そんなことよりベルトくださいって思うよな、普通。はい、ということで次はこの光る樽。うん、この中にね、小さなメダル、ほら5枚手に入ったということでね、小さなメダルが入ったということで、光る樽があればね、取りに行ってみてはいかがでしょうか。はい、次にですね、釣り浪士ハルムス。まあ皆さんここまで来れば分かると思う方が多いと思うんですけど、釣った種類ごとの褒美の報酬がメダル10枚チケット3枚、メダル100枚チケット3枚とか、これ100枚チケット4枚もらえるね、75種類でとか、ノーマルサイズ、これビッグサイズで35種類で、2枚もらえるね。で、ビッキングサイズの、30種類でメダル100枚チケット3枚とか、ロイヤルメダルフラワーが5種類キングサイズするとロイヤルメダルフラワーがもらえるので、こちらもなかなかね、浪士さん釣りをやってみてはいかがでしょうか。ただね、やっぱりね、1回取っちゃったら終わりだからね、何回も何回も稼げないっていうのがちょっと難点ですけどね。はい、ということで次、領海調査員モフテカさん。これ嵐のね、バージョン 3.1 かな、嵐の領海入ったところにいるんですけども、まあ、こちらね、まあ、こちら何かというと、いわゆる指定された敵と種類のモンスターを倒したら、小さなメダルが5枚もらえますよっていう感じなんですけども、まあ、正直ね、小さなメダル集めをするんだったら、これはあまり現実的なものじゃないです。例えば経験値がもらえるんで、赤熱のアラヤの荒野か、赤熱の荒野のモンスターを右の種類と数数討伐数を倒せば、経験値が17万もらえますよっていうようなコンテンツになっております。で、これの全部をクリアしてやっと小さなメダル5枚がもらえるので、まあ現実的ではないですよね。はい、レベル上げのついでにもらってみてはいかがでしょうか。次にですね、こいつバトルルネッサンスですね、ルネデリコさんの報酬でもらえます。報酬を見るということで、結構この人からね、小さなメダルがもらえるんだ、いやそんなことないか、小さなメダル100枚チケット、あ、こっからどんどんもらえるね、110枚以降から、交互にメダルチケット 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,10,11、まあ1100枚もらえるのか、この人から。まあ先ほどの釣り師と一緒なんですけど、1回もらってしまったら終わりです。次にこれ不思議な的ですね。まあ不思議な的でこのね、メダル20枚チケットをいただく、まあこれが現実的じゃないですかね。不思議な的で小さなメダルを稼ぐみたいなね、銀のフェザーチップで3枚で、メダル20枚チケットもらえるんで、まあ結構今までのやつよりはだいぶ現実的なもらい方だとは思います、こちら。はい、次に選定者ワルキューリー。まあこちらもなかなか現実的ですね。救済ポイントで小さなメダル、メダルのガマ口を変えていくっていうね、まあちょっとね、メダルのガマ口から出るね枚数は少ないんですけども、割と救済ポイント10ポイントで交換できるんであれば、メダルガマ口は3枚から10枚手に入りますね。まあこちらのあと魔法の迷宮でカンタダがたまにもらえるよね。まあでも小さなメダルを集めるのに運じゃなくて確実に手に入れたいっていうんであれば、この救済ポイントから手に入れてもね、集めやすいんではないでしょうか。
こちら超お宝花ルビーとダイヤから、もらえます。サファイアじゃ出ないかな。ルビーを開けていただければたまに出てくるんですよね。赤い宝石3個、2個福引券、お宝の花びら、赤い宝石、福引券2枚、レアボスコインじゃないんだな、それがまた小さなメダル、来いよって、小さなメダルがもらえるんじゃないかな、これ多分。メダルフラワーが来るんだよね、多分。メダルフラワーが来ると思うんですよね。残念ながら手に入れなかったということで、まあお金がね、余裕がある方はこちらで手に入れてみてはいかがでしょうか。はい、ですね、次にですね、こちらもなかなか現実的、うつしやの銅、銀、金箱から手に入れるって感じですね。これね、たまに出てくるんだ。福引券だろ、魔法の聖水、福引、あー奇跡のベルトだね、これ。福引き、あ、ほら小さなメダル出たね、今。小さな、ごめん、ちょっと飛ばしちゃったな。あ、小さなメダル出ました。まあ、ていうように、銅、銀、金から出ますので、小さなメダルが。なので、なかなか、あ、宝珠の光線も出たね、やったぜ。結構ね、渦潮のね、箱の銀とかね、銀とか金はね、銅と銀と金か、なかなかドキドキ感あるよね。ドキ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 って思いながらやってくださいね。はい、銀が出なかったね。銀からは出にくいのか。まあ、グリーンオーブいいね、世界中の方もいいね、福引きもいいね、メタスラの恋もいいね。なかなか金は割となんかベルトが出るってイメージ。あ、小さなメダル今出たね、ごめん飛ばしちゃったな。小さな今ブルーオーブももらえたね。はい、ベルトも出て、バラモスカード、あら来た、小さなメダル3枚、いいじゃない、ボスカードも出てっていう感じですね。まあ、なのでメタキンコインも出たね、今。なかなかね、夢があります。ちょっと高木ちゃん、昨日の動画と違うじゃないですか、言ってることがって思うでしょう。あの、紙ベルトが欲しい方は、昨日のベルトはね、もちろん竜箱天箱狙った方がいい。ただし、まあ、昨日の動画もちょろっと言ってたんですけど、アイテム素材代を狙ってるんであれば、銅、銀、金を狙った方が、儲けれます。儲けれるっていうか、いいアイテムが出ます。はい、ってことで最後にやっぱりこちらでしょう。スペシャル福引券3等出ましたね。一番左3等メダル100枚チケット。僕が集めてるのは、小さなメダル、小さなメダル集めしてるのはこちらですね。もうスペ福で集めてます、ほぼほぼ。こちらだと一発でかいんで、結構3等って割と当たるので、なので僕ね、だいたい小さなメダル683枚だね。うん、これで集めてます、小さなメダル。やっぱりスペフクが一番僕は効率いいかなと思っております。まあ、ただね、誰でも彼でももらえるもんじゃないしね、スペシャル福引券って。入手難易度って限られてるので、福の神コインをクリアしたり、集荷をクリアしたりとかしないと。あとはフレンドさんが福引き引いて1から3等ね、当てて福引券もらえたりっていうように入手が限られてくるので、例えば始めたての方とかね、そこまでちょっと人とね付き合いがない方っていうのがね、ちょっとなかなか難しいかもしれないんですけども。あとはね、先ほど紹介した救済ポイントで稼いだり、不思議な的で稼いだり、バトルロードで稼いだりとかね、まあ始めたての方っていうの、初心者さんっていうのは、まあどうしてもね、今のもちょっとね、すぐにできることではないので、今できるのは、まあ釣り浪士でね、小さなメダルを稼いだりとかしてね、あとはダイアリーだね、初めて喋るキャラね、黄色い文字の名前のモブキャラに喋りかけたりと。な、小さなメダル集めにくいんですけど、集める方法はたくさんあるのでね、頑張って集めてみてはいかがでしょうか。今日は小さなメダルをね、集め方でした。頑張って集めてみてください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。バイバイ。